マザラン数奇鏡の名で、マザリネットの一人。フランス王ルイ14世の初恋の相手として、有名になった。ナポリ王国パリアーの公爵ロレンツォのフリオコロンナ王子の日。ローマで、ミケレ・ロレンツォ・マンチーニ男尺とジェローラマ・マザリーニの三女として生まれた。イタリア名は、マリア・マンチーニ。姉にロール・ビクトワール、オランプ、妹に、オルタンス、マリー・アンヌがいる。 父が若くして死んだため、母はフランスにいる兄マザランス気境を頼り、子供たちを連れて移住した。そのおじのおかげで、フランス宮廷に出入りするようになった。名たちを使って、王族、貴族らと、遠赤関係を築くことを狙っていた、マザランだったが、予想外の出来事が起きた。名マリーが、ルイ14世の寵愛を受けるようになったのである。おそらく、 若い王にとって初恋であったと思われ、プラトニックな関係だったという説もある。愛称として、そばに置くのなら、文句も引っ込めたところだが、ルイ14世は本気でマリーを愛しており、結婚したいと最初に告げた。マザランと、王太郷、アンヌ・ドートリッシュは直ちに手を打った。マリーに、コロンナ家の公子、ロレンツオノフリオとの演談を承知させ、1661年に、 イタリアへと継がせた。ルイ14世は婚約者スペイン王女、マリア・テレサとの結婚に望まざるを得なかった。ジャンラシーヌは、国王とマリーの秘伝を、ベレニスの第5幕に、あなたは皇帝、あなたは支配者、そしてあなたは泣く。というセリフで取り入れている。ロレンツォとの間に三男を産んだマリーだが、三男、カルロの誕生後、1665年に、 夫婦関係は破綻した。1672年5月29日、夫から殺されるのではないかと恐れたマリーは、同じく結婚生活が破綻していた妹のオルタンスと共に、ローマを離れた。夫ロレンツォと3人の息子については、オルタンスの夫であるマザランコーと、弟フィリップに託している。1677年、彼女は当時としては、 珍しい回顧録を執筆した。1689年に、ロレンツォが死ぬまで、マリーは、イタリア国外で暮らした。帰国後、1715年に、ピサで死去した。マリーの死去まで、ルイ14世は、彼女と再会することを拒んでいた。ポーリーヌ・ボナパルトの夫である、カミロ・フィリッポ・ボルゲーゼ公爵は、マリーの子孫にあたる。ありがとうございます。